46のの。乃木、乃木坂46の筒井あゆめです。文化放送からお送りしている乃木坂46のの第486回が始まりました。よろしくお願いします。私のおじいちゃんが最近スマートフォンとタブレットを同時にね手に入れたんですよ。おじいちゃんもともとはおじいちゃんおばあちゃんが使う携帯みたいなの持ってたんですけど、操作の仕方が全然違うらしくて、私のお母さんからいろいろ教えてもらってやってるらしいんですけど、やっぱ難しいみたいで、 LINE を送るのにすごく時間がかかるみたいで、この前歌番組に出演させていただいた時に、その歌番組が出番が6時と9時半ぐらいだったんですね。多分おじいちゃんは9時半のも楽しみにしてるねってのをその間に送りたかったんですけど、届いたのが翌日の夜10時で私届いた時、何これと思って、明日の朝かなとかいろいろ考えたんですけど、ああ昨日のことかと思って、ちょっと遅すぎましたねおじいちゃんまあとっても可愛らしく、私は結構連絡もくれるんでいつも楽しみにしてるんですけど、この前もスタンプをよく私は送るので、多分おじいちゃんそれがいいなと思ったのか、それ欲しいっていうのを送ってきてくれて、おじいちゃんの名前が入ってるその名前専用のスタンプをプレゼントして、それでスタンプ送ってくれるんですけど、名前が入ってるのでとっても可愛いんですよね。キャラクターもすっごい可愛いのを選んでプレゼントしたので、連絡が来るたびに本当に癒されてるので、おじいちゃんラジオもねラジコで多分聞いてるので、これからもいっぱい送ってきてねっていうのをおじいちゃんに向けて発信したかったです。いつもありがとうございます。はい、今日登場するメンバーは5期生の岡本ひなちゃんです。私と同じ愛知県の出身ということで、共通の話題で盛り上がれるんじゃないかなと思います。ラジオの前の皆さんも乃木ののを一緒に盛り上げてください。ツイッターで番組公式ハッシュタグをつけてつぶやいてくれると嬉しいです。番組の公式ハッシュタグは乃木のの、漢字で乃木、ひらがなでののでお願いします。タグをつけてつぶやけば今この時間を共有している人を見つけられます。番組の公式アカウントもあるのでぜひフォローしてください。文化放送キーステーションにお送りする乃木坂46のの、最後までお楽しみください。乃木坂46のの。愛知県出身18歳の岡本ひなです。好きな食べ物はさつまいも。元美術部なのに絵は壊滅的。趣味は食べること。好きなことはメイクと携帯と半身浴。最近嬉しかったことは乗り換えがスムーズにできるようになってきたこと。朝一人で起きられるようになったこと。最近の悩みは東京に美味しいものがありすぎて食べに行けてしまうことが怖いどうしよう特技はクラシック乃木坂46のの。文化放送キーステーションに筒井あゆめの MC でお送りしている乃木坂46のの。今日一緒にお届けするのは乃木、岡本ひなです。お願いします。お願いします。はい、乃木のの初登場メンバーの登竜門、30秒で風船が破裂するおもちゃを使って自己紹介をしてもらいました。めちゃめちゃ怖がってたね怖かった。泣いてるんじゃないかと思ったんです途中怖かった。はい、怖かった。初めてね、うん、そうですね。緊張しました。よかった。でも、はい、ちゃんとメモをちゃんとしてきてくれたおかげで結構言えてたね。はい。最後の一言。あ、何です。何を言ったか。クラシック。あ、クラシックバレエ。クラシックバレエは特技です。おお、よかったよかった。はい。いろんなこと言ってたけど、私たちは愛知県出身でね、はい、同じ出身地なので、愛知県のどこら辺？ダメ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 。愛知県出身ということで、今日はそういう地元トークもしていきたいと思いますけど、ひなちゃんは一期生に樋口ひなさんがいて、はい、同じね名前の方がいるので、今日はなんて呼ぼうかなと思って呼び名を考えようということです。はい。なんて呼ばれてる、同期の子とかは、あーやとかには、うん、ひなたにとか、ひなたに、ひなたに
ダニーは何に？ダニーは、三河弁がたまに喋ってる時に出てしまって、うんうん、で、なんとかなんだにって言うと、うんうん、なんか、みんなで、ああ、またダニーって言うか、って言われて、ひなダニーって。なるほどね。なっちゃいました。ひなダニー。はい。と、うん、私普段友達からあだ名をつけてもらったこととかなくて、うんうん、いつもひなとか呼ばれてたから、うん、乃木に入ってなんか名字と名前の取って、うん、おかひなって初めて呼ばれるようになって、それでなんかすごい気に入ってるんですけど、あ、そうなんだ、おかひなって呼ばれるのは、そっか、なんて呼ぼう、はい、おかひな、何がいいかな、なんか可愛い系がいいな。ひーちゃんもたまに呼んでいただきます。ひーちゃん可愛い。ひーちゃんにしようかな。じゃあ、はい、今ひーちゃんでやりたいと思います。はい、はい、ということで今回はひーちゃんの素顔を深掘りしていきたいと思います。さっきも三河弁っていうお話もありましたけど、はい、お買い物とかはさ、どこら辺行ってた？よく、あ、地元で特にお買い物できる場所とかがなくて、うん、よく大須とかで行ったりとか、うん、行ってる、はい、嘘、行ってました。私もね、毎週ぐらい出てたよ。あ、そうなんですね。そう、大須だったら私はね、あのリーさんの唐揚げ、わかる？あ、わかります。リーさんの唐揚げ美味しいよね。わかります。よく食べてたな。美味しいですよね。うん、どこ行ってた？オスの。私はあのいちご飴が売ってるとこ、うんうんうん、あそこも行ってましたし、うん、ヤンニョムチキンとか、うん、あるね、あるね、行ってました。韓国系のさ、ご飯結構あるよね、オス、はい、の、はい、多いですね。そうそうそう。あの角のお団子屋さん、わかる？なんかタピオカ屋さん近くかな。みたらし団子と、うん、なんかすごく安くて、うんうん、いつもね並んでるの。そうなんですね。食べたことないです。あ、本当？じゃあやっぱりあの若い系の韓国料理とかもいいかな。ね。あと栄も行く？行きます、行きます。イエー、嬉しい。やっぱ地元のなんかメンバー、地元が一緒ってだけで親近感が湧くな。洋服とかいつも栄で買ってました。ね、そうだよね。やっぱお洋服買うってなったら栄だよね。はい。あとは趣味、食べること、洋服を買うこと、メイクの研究。はい。おー、女の子だよね。食べることも好きなんだ。朝起きたらまず今日は何を食べようかなっていうことを考えて、あ、寝る前も考えてるんですけど、うん、でなんか寝る前、なんか明日朝早いなとか、うん、そういうのがあったら前日に美味しいもの買っておいて、うん、朝起きたらまず一番にこれを食べるっていうのを決めたら、うん、スパッて起きられる。いやー、わかるわかる。何でさテンション上がる？激辛が好きで。へー。夜とかに、うん、よし寝るぞってなる前に、うん、もう激辛を食べて、うん、カラーってなりながら、うん、なんかそのストレス発散になっちゃうんですよね、辛いものを食べるのが。そうなん。次の日さ顔パンパンになんない？なります。あ、なるけどそれ覚悟でも食べるんだ。はい、お仕事じゃない日は辛いものを食べて、うんうん、お仕事がある日はお昼とかに食べます。あ、そうだね、はい、なんかさ乃木坂に入ってさ、はい、美味しいものいっぱい遭遇してきたじゃん、はい、何がさ美味しかった一番？あ、バスーラのケータリングの、うんうん、カレー？カレー？カレー屋さんが来てくれたのが、うんうんうん、あれが衝撃的に美味しくて。あ、本当に？美味しかったです。私食べてない、それ。あ、食べてないんですか、うん、そのカレーはさなんか違ったの？もう私が好きなジャガバター、うん、芋がついてて、うん、美味しかったんです。それが良かったの？はい。だから多分カレーじゃなくてジャガバターが出たことが美味しかったなと思います。そうなんだ。はい。で、ロケ弁のさオーメルジーヌだっけ、はい、あのジャガイモがついてるやつ、うんうんうん、あれまだ遭遇したことない？あ、遭遇してないです。あ、そうなんじゃ。そうなんだ。じゃあ、かわいい。じゃあどうしよう。やだー、じゃがいもからのあれで最悪だ。うん、やだー、これ嫌だ。怖すぎます。やだ、放送してほしくない。そうなんだね。はい。悶絶してしまった。ああ、恥ずかしい。そっかそっかそっか。はい。これからもいっぱい美味しいものね。ツアーもいっぱい美味しいものね。地方で食べれるから。はい。すごい楽しみ。楽しみです。ね。あとは、洋服買うことも。はい。洋服今日も綺麗なワンピースで。洋服買うことも好き？好きですね、うん。どうやってさ、お洋服とかさ、トレンドとか。はい。取り入れてんの？いや、でも最近は、やっぱ先輩のお洋服を見ることが多くて、うん、私服。
最近だと神奈川さやさんとご一緒することがあってお仕事 で、うん、でその時に着てたワンピースがすっごく大人っぽくてかっこよくて、うんうん、で私はもうすごい恥ずかしかったんですけど、うん、どこのお洋服ですかって聞きに行って同じのを買いました。え、同じの買ったの、はい、じゃあお揃いだね、はい、いつか揃い日が来るかな来ますかね。いいねそれ、あとはメイクの研究、はい、小川彩ちゃん、はい、がメイクができないからなんか教えてほしいらしい。あ、そうなんですねまだ私たちが研修生だった頃、うん、いおきが地方メンバーで一緒に寝ることとか、うん、お仕事行ったりすることが多くて、うん、でその時にまだいおきが化粧をしたことがなくて、うんうん、その日がジヘアメイクで来てくださいっていう日で、うん、あるねどうしよう助けてって言って、うん、初めて人にメイクをしたんですけど、素材が良すぎてどこをやったらいいんだろうそっかそっか、困惑しました。足すところがないと思って。まあ確かにみんなないよね、はい、足すところってなかったです。本当にわかるわかるあ、そうだ、なんかブログに書いてたさ、はい、やくぼみゆちゃんと、はい、佐藤理香ちゃん、はい、とご飯行ったの。そうなんですよ、誘っていただいて。どういう流れでやるなお仕事終わりが一緒で、うん、現地解散みたいな感じだったんですけど、うん、先輩の後ろをテクテク歩いてて、うん、あやと二人で、うん、で話しかけてくださって、うん、この後暇みたいな、うん、なんかちょっとご飯行こうよって誘ってくださって、すごい美しいお顔を見ながら食べるご飯がすごく美味しくて、うん、なんでなんかもうすごく美味しかったです。何食べたの？お寿司を食べました、めっちゃいいね。美味しかったです。そっか、はい、4期生もそうやって後輩にやる時が来たんですねあと聞きたいことがあるんですかね、はい、私に。あります。先輩たちのリフレッシュ方法、うん、リフレッシュ方法聞きしたくて。何をしてリフレッシュしてんだろうな。同期のセイミやレイちゃんと仲がいいんだけど、はいはい、レイちゃんとどっかお買い物行ったりするのがリフレッシュかな。あ、そう、あのブログでお写真見ました。あ、本当？めっちゃ可愛かった嬉しい行く？同期のことさ、はい、あのナオと、うん、あのチームラボ念願のチームラボ、綺麗なとこだよね。そうなんです。すごいお花とか、うんうん、そういうのが一面にあって、うん、東京に今上京してきて、うん、すんなり行けたことがすごい。あ、嬉しいね。嬉しかったです。やっと行けたんだ、はい、今東京で行きたい場所とかある？どうだろう。あ、かき氷屋さん行きたい。行きたいんですよ。私もかき氷巡りしたい。そうなんです。かき氷巡りが大好きで。あ、そうなんだ、はい、最近だと、うん、モンブランかき氷っていうのを食べに行きました。美味しそう。モンブランが乗ってんの？氷なんか氷、ふわふわの氷の上に、うん、ぐる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 してんのそうなんです。すごいね美味しかったです。わー、行きたいな。かき氷行きたいですね。夏だしね、はい、行きましょうよ。行きたいですでもさ、今さ、単なるシロップとかじゃないじゃん。そうなんですよ。そうなってくると最近ずんだをよく見るのよ。あー、わかります。そうだから、ずんだ私まだ食べたことないから、うん、ずんだのかき氷か無難にきなこバーな感じが好き。わかりますね。何が好き？私はエスプーマ。うん、ふわふわのね。はい、なんかそのかき氷を食べた時に、うん、今まで屋台でしかザクザクのシロップの氷しか食べたことなかったのが、うん、溶けて口の中で、うん、なんだこれってなって、うん、分かる、感動を味わってしまったから、うん、そっから抜け出せないですね。エスプーマね、はい、エスプーマってさ、味はそのそれぞれの味なの？抹茶とかが多かった気がしますね。なるほどね。はい、ふわふわなんだよね。美味しいですよね。わかる。東京もさ、いっぱいあるじゃん、今かき氷屋さん、はい、楽しみだね、これから。楽しみですね。あとはひーちゃんはドラゴンボールが好きなんだそうです。はい、私はドラゴンボールを本当にね、わかんない。あ、わかんないですか、うん、そう、いや、ぜ、皆さんそう思うと思います。そうだよねドラゴンボールの何が好きなの？なんかすごい見てて、すごいなんかワクワクするんですよ、うん、でもなんか私はすごい戦闘シーンが好きなんですけど、うん、敵がなんかすごい悪いことをして、うん、なんかブチ切れる時があるんですよ、うん、悟空とか、うん、ご飯とかが、うん、でその覚醒するシーンがすごい好きで、へー、
かっこいいの？かっこいいんですよ、本当に。そうなんだ。本当にかっこよくて。ドラゴンボールってあれだよね、ボールのさ、やつ。あ、そうです。集めて願い叶えていくみたいな。うん、あれは、どうしたらボールがもらえるの？あ、なんかドラゴンレーダーっていう、うん、なんかすごい、ドラゴンボールを見つける機会があって。ほうほう、すごい。それでなんか、北極に行ったりとか、そのボールが、うん、願いを叶えてしまうと、うん、パンって世界中に広がってしまって、ほうほう、それをまた一から集めに。なるほど。え、集められるのは、はい、あの限りがあるの？数に。数は限りないんですけど、うん、1個のボールを、うん、なんかすごい強い敵が占領してたりとか、うん、あ、なるほどね、それを持ってちゃうんだ。そうなんですよ。悪いことに使おうとしてる人がいて、うん、それを阻止したりとか。なるほどね。そういう物語です。何個集めたらだっけ？7つです。7つ、はい、じゃあ7つ集めたら、はい、何見てやりたい？あ、瞬間移動ができるようになりたい。瞬間移動欲しいね。確かに。なんかお仕事とかで寝坊しちゃうこととかってあるじゃないですか。うん、私あの、うん、夜寝る前に明日起きる時間と家を出る時間をメモして寝るんですけど、うん、で、うん、アラームもその時間にかけて寝るんですよ。うん、そしたら私すごいその日が疲れてて、うん、11時45分に家を出るっていうメモを残して、うん、起きる時間を残さなかったんですね。うん、でそのメモを見て、あ、じゃあ11時45分に起きようって。あ、やばいね。で、すると起きるじゃないですか。うん、はぁ、来たと思ったら、うん、家出る時間なんですよ。やばいね、それ。と思って。で、それを思った瞬間から私も絶対に瞬間移動使えるようになろうと思って。なんで、瞬間移動する前の、はい、あの、起きる、はい、やつ諦めちゃダメよ。そうですよね。起きる能力にしよう。あ、そうですね。ちゃんと時間に起きれる能力の方がいいですよね。そうそうそう、そっちの方が使えると思う。はい、そうですね。では、曲をここで一曲お届けしたいと思います。はい。こちらはひーちゃんの選曲です。はい。この曲は、うん、私が、お見立て会とかライブの前とかに必ず聴く曲で、なんか自分のモチベーションを上げてくれるような曲で、曲調がすごく好きで、うん、なんだろう、内側から来る、来ました。わかるわかる。それでは聴いてください。乃木坂46でアゲインスト。乃木坂46のの乃木坂46の筒井あゆめと岡本ひながお送りしている乃木坂46のの、ここからは番組にいただいたお便りを紹介します。ラジオネームウーパールーパーを買い始めましたさん、ありがとうございます。乃木坂の皆さん、乃木ー、乃木ー、最近独学で勉強して資格を取りに行きました。自己採点したところ、なんとか無事に合格できそうでホッとしています。乃木坂の皆さんは興味があったり勉強してみたい分野の資格などありますか？おー、資格なんかあります？取ってみたいなとかいう。私はご飯に興味があって、うん、つい食べ過ぎちゃったりとか、うん、バレエを習ってる時からそういう問題が多くて、うん、でやっぱ体型管理ってすごいバレエでも一番大事な、そうだよね、そうなんです、ところがあって、うん、でそれを助けてくれてたのが、うん、管理栄養士の資格を持っているお母さんで、うん、あ、すごい、はい、すごいなんかカロリーとか脂質とか糖質を計算してお弁当作ってくれたりとか、なんか夜ご飯も家族とはまた別メニューで私のだけ作ってくれたりとか、すごいね、お母さん、はい、だから私もなんかそういう資格自分で欲しいなって思って、なんか一人でなんか全部するようになってから、お母さんになると私なんか高カロリーのご飯ばっか食べちゃうと思って、だからそういうのを考えた時に、うん、なんかやっぱ大事じゃないですか、体型管理。だから管理栄養士はすごい取りたいなって思ってます。確かにアイドルもね、はい、体型見られる仕事はやっぱり食べるものも気をつけますから、はい、そういうメンバーがなんか一人いたらいろいろ教えてほしいな。じゃあ取りますね。頑張って、はい、どんぐらい取れるもんなんだろうね。いや、難しそう。難しそう。私は18歳になったから運転免許は取れるんですよ。あ、そうですね。そうだから運転してみたいから運転免許取りたい。あ、わかります、すごいわかります。取りたい、ね、取りたいです。わかる。私すごい田舎の方に住んでるじゃないですか、うん、電車とかも通ってないので、あ、友達みんな18歳になってから取りに行ったんですよ、うんうん、だけど東京すごい電車が多くて、うん、乗る機会あるのかなって思っちゃったんですけど、うん、やっぱでもどうしても欲しくなっちゃいますよね。わかる。いっぱい買うとさ、うん、あ、それ持ってね、人が多い電車とかも、はい、乗りにくいから、はい、車一つあったらね、スースーでどこでも行けちゃうからね、うんうん、そうですよね。わかる。欲しいな、運転免許。私も
では続いてラジオネーム揚げパンが残ったクラスさん、ありがとうございます。乃木坂の皆さん、乃木。僕は銭湯に行ったりお座敷の飲食店行った時はいつも28番の下駄箱を使うようにしています。28番を選ぶ理由は昔から出席番号で28番になることが多く、自然とお気に入りの数字になっていたからなんですが、乃木坂の皆さんは好きな数字は何かありますか？もう何かありますか？そうですね、私は17番が好きですね、うん、17当て字、うん、当て字っていうんですかね、うん、なんかひーなって呼べるらしいんです。確かに17呼べる。で必然と17がいいなって、うん、なんかさ、はい、ファンの方にさ、はい、好きな番号聞かれることない？あ、ありました。だよね、はい、握手会の代わりのオンラインでファンの方とお話しする機会があるんですけど、うんうん、それで好きな数字結構聞かれるんですよ。あれ何なんだろうね。私もブログの質問で、うん、好きな番号教えて。ね、なんでしょうね。でしょうね。なんかこれ聞いてる方はちょっと理由知ってるから教えてほしい。その聞いてくださった人は、うん、バスケのユニフォーム番号にしたいって言ってくださって、なるほど。そう、実際にしてくださったんですよ。すごい。嬉しくて。嬉しいね。はい。じゃあ個々のなんかしたい数字があるのかな。あるんですね。ですかね。私好きな数字はね、そういう時いつも3って言ってます。なんで3なんですか？特にね、理由はないんだけどなんか丸っこいじゃん、くるんくるんって言ってて、そう、それが可愛いから3にしてます。可愛いでも乃木坂に入ってからさ、うん、46っていう数字に敏感にならない？なります。だよね、はい、なんか充電の残りが46とかあったらいつもスクショしちゃう。理解した時これなんだってね。わかるわかる、謎のスクショで消しちゃうんだよね。はい、皆さん楽しいお便りありがとうございました。ではここで1曲お届けしましょう。私つつやゆめの選曲です。はい、夏本番ということで、夏ソング乃木坂もいろいろありますけども、さっきも出てきたかき氷の曲ですかね。それでは聴いてください。乃木坂46でかき氷の片思い。かき氷は乃木坂46のの文化放送キーステーションにお送りしている乃木坂46のの、乃木坂46でザブンザザブンを聞きながらお別れの時間です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。どうでした？最初緊張してたけど。はい、自己紹介とかも、うん、昨日の夜から、うん、あ、何喋ろうみたいなすごい緊張してたんですけど、つつい、うん、さんの、うん、なんていうのかな、回しというか喋りがもうなんか上手すぎて、なんか本当になんか今同い年、うん、18。そうでしょ。で、私も18歳で、なんか18歳でこんなにも違うのかと思って。そんなことない、そんなことない。私もなんか、頑張らなきゃと思いました。全然だよ。本当にもう全然だし、ひーちゃんのね、あの、笑顔に今日は助けられました。本当に。ひーちゃんは笑顔がとっても素敵だから。いっぱいね、ツボ浅いのかな。そうなんです。すごく笑わせ。ね、かなり浅くて、いっぱい笑ってくれるからね、やりやすかった。ありがとうございました。ありがとうございました。では、ここでお知らせです。乃木坂46真夏の全国ツアー2022が全国7都市で開催中です。詳しくは乃木坂46の公式サイトをチェックお願いします。そして雑誌ビス9月号が8月1日に発売されます。ぜひお手に取ってもらえたら嬉しいです。ひーちゃんからもお願いします。はい、5期生が出演している新乃木坂スター誕生が毎週月曜日25時29分から日本テレビにて放送中です。ぜひご覧いただけたら嬉しいです。番組では引き続きあなたからのお便りお待ちしています。おはがきの場合は郵便番号 105-8000 に文化放送乃木坂46ののそれぞれの係までお願いします。メールの場合は乃木@joqr.net nogi@joqr.net です。そして番組のツイッターもぜひフォローしてください。この後は日向坂46の日、さらに秋元真夏さんの卒業アルバムに一人はいそうな人を探すラジオサンデーと続きます。引き続き文化放送でお楽しみください。来週もまたこの時間にお会いしましょう。お相手は乃木坂46の筒井あゆめと岡本ひなでした。バイバイ。